はい、ということで、ヤヨさん。はい、ということで、ヒロちゃん。投票してきましたよ。僕してないですよ。あれ、ヒロさん投票してないの？してないですよ。じゃあなんで隠してんの？え、投票したから。あ、投票してんじゃん。なんで、してないですよ。なんでそんなかき乱すの？俺の動画で。かき乱してる。あの、今回ですね、フェスの投票をしてもらったんだけども、はい。ズバリ、ヒレオさんは何チームかみんなに教えてよ。視聴者のみんなに。じゃあ、教えましょう。あれ？ヒレオさん？ヒレオさん見して。でで見えた？頭が。頭が。見えた？これです、僕。見えない。だって、だって、体が見えてない。頭だけしか見えてない。なんで今の見せてもらってない？うん、今の見せたよ。ねえ、顔しか映ってないの。でっかい。テイク2ね。もう一回ちゃんと見せて。でれーん。あれ、頭貫通してるわ、今度。これ、何にも映ってない、今度。何にも映ってない。ちょっと下がりすぎちゃったかな。うん。あー出たお出た色がちょっと見える。どう？いや、それは見えないんだって。それは、頭しか見えないの。なんで見えないの？ちょっと見えたよ、ピンクっぽい背中が。え、それ、え、違うよ、のちゃん。え、何？ピンクっぽいよ。ピンクじゃないよ。ピンクじゃないの？うん。え、じゃあ俺らがさっき見たの何だった？あれ、今ヒント出たよね。あれ、今ピンク色だったよね。コウサギの色だったよね。違うよ。え、違うの？うん。何じゃ？これ。ピンクじゃん。ピンクで。ピンクじゃん。かき乱すのやめろってから。なんでかき乱してる？でも似合ってるね、靴の色とさ、服の色一緒で似合ってるじゃん。だってちゃんとね、合わせてきたもん、でもなんか武器とインクの色が合うだから、はい、なんか、はい、まあ、逆にいい感じにアクセント効いてんのか。そういうことで、全部ピンクだとね、ちょっとやっぱアクセントに違う色を入れないといけないですから。確か林やペーパーコみたいなるもんね。トゥンツトゥン、トゥンツトゥン、トゥンツトゥン、トゥンツトゥン。どう？それライズアップね。はい、どうもうなぎです。本日は、スプラトゥーンのフェスの投票をしていこうかなと思いまして、もう見た目でわかるでしょ、みんな。俺のチーム。もうね、クマ好きなんですよ。僕は、クマ。もう見た目からクマを前面に出してるんだけど、そうですね、一応見とこうか。心変わりするかもしれないし。ひよこチーム、こうさぎチーム、こぐまチーム。うん。みんなはどのチームにしますか？いや、なんかさ、見た目さ、クマじゃん、ほんとに。やっぱクマ。クマに愛されてんのよな。うちの猫ちゃんさ、ピカさんっての飼ってるんだけどさ、ピカさんちょっと子グマっぽい見た目してて、ヒグマのね、ちっちゃい子グマみたいな感じなんよ。だからクマにしようかなと思ってたんだけど、ちょっと見た目もクマっぽいじゃん。俺って。だから、もう決める、もういいや。うん、分かってるでしょみんなクマに。あーでもどうしよう。どうしよう。あーどうしよう。どうしようかな。クマ！クマです！もう悩む時間ももったいないと思いました。僕はクマにしました。せっかくだから着替えてこようかな。はい、着替えてきました。クマチームに投票してきました。見た目がですね、クラゲの見た目とちょっと似てるので、あとクラゲのアロハシャツには俺のインクの色似てるし、髪の毛似てるし、兄弟みたいな。僕たち兄弟みたいになってるけど、関係ありません。潰します。うら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 。うら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 。うわぁ、うさぎチームの、なんか看板あるし、こっちにもうさぎいっぱいいる。うさぎ人気かもなぁ。これ。ほら、うさぎ人気だ。クマあんまいないかも。ほら、うさぎばっか。ねえ。タペストリーうさぎ、なにこれ。ぷいぷいモルカーがいる。ぷいぷいモルカーと。鮭が可愛い。でもうまいな、みんな絵描くのがな。クマー、いないクマー。小ザコ派、もういないじゃん。小グマが。いないよ。
マジで誰もいないクマ。いた。いた、ここに。子グマ吐いた。唯一の子グマ吐いた。俺とこれで一緒だ。おい、少ないよね、子グマ派。俺と、クマさんしかいないので、頑張りたいと思います。もうなんならもう今、鮭に食われちゃってるし。俺たち頑張ろう。クマ派で。頑張ろうな。ひろさん、こんにちは。こんにちは。なんで今回、ここに集まったかわかりますか？わからないです。いつものやつですよ。いつものやつってのああ、わかった。あ、言ってみ。一緒にシュークリーム食べるってことですか？全然違うよ。全然違う。いつも食べてないし。うん。あれ？今回は、春の特別なフェスのスプリングフェスがやるに至って、はい。ね。どのチームにしようかなって集まったんですけど、今回のそのお題はですね。はい。春だ！ふわもこ！です。え、そうなの？そう、春だ！ふわもこっていうお題なの。で、そうなんだ。そうそう、で、今回チームが3つあるんだけど、今回ヒロさんわかるかな？ 3 つのチーム。あ、チームか。うん。わかる？わかるよ。あ、じゃあ、答えてもらってもいい？タコ。タコ。イカ。イカ。クラゲ。クラゲ、全部ヌメヌメじゃないか、それ。ふわもこじゃなくてヌメヌメ。ね、ヌメヌメしてる。ほんとだ。ね、違う違う違う、全然違うよ。もうね、じゃあ。今回、言っていいの？だって言わなきゃ進まないでしょ。ひよこと、はい。うさぎと、はい。こぐまです。はい。ちょっと春っぽいよね。春っぽいかな？春っぽくない？うさぎとひよこはわかるでしょ？イースターで。確かに。子グマは？あれじゃない？冬眠から目覚めたってことじゃない？あー！確かに、賢い。はい、僕賢い。3ポイント。3ポイント。全100ポイント集まんの？違うよ。3ポイント集めたら、うのちゃんからシュークリームもらえる。めっちゃシュークリーム引きずってんじゃん。でもさ、まだチーム決まってなかったりするじゃん。はい。俺は決まってるけどね。あ、そうなんだ。ああ、また後ほど言うよ。わかりました。うん。ということで今回フェイスも頑張ろうね。オッケー、じゃあヒロさんリスポーン戻ってください。わかりました。よし、じゃあ今回、チームを代表してね、前夜祭スタートしましょう。おい。さあ一気に相手を3回倒したら勝ちだよ。わかりました。スタート、スタート。さあ。スタート、スタート。あれ、どこだ、ヒロさん。いない。あれ、いない。僕ちゃんと塗ってから行きますから。塗ってから来る？はい。いないけど。あれ？ヒロさんいなくね？いるよ、僕。え、どこ？何にも塗ってないじゃん。塗ってますって。塗ってない、塗ってない。色塗ってないよ、ほら。塗ってます、塗ってますよ。どこにいんの、ヒロさん。どこ見てんの？え、なに、怖い怖い怖い。どこにいんの？ちゃんと塗ってますって。え？どこ？むくよちゃんの陣地の方。え、そっちにいたのか。ヒロさん、そっちにいたのか。なんか、すれ違ったのか。あれ？すれ違った。あれ、ヒロさん黄色チームでしょ？あれ、いなくね？そうだよ。いるよ。え？俺の陣地にもいないよ。うん、いますって。ちょっと見えないんだけど。怖っ。え、怖っ。います、います。え、対マンしに来たのには対マンの相手いないって。うわぁ！うわぁ！バグチョーイ！バグチョーイ！全然わかんなかった。どこにいたの、それ。へっへっへ。何その技？え、ずーっと、うなちゃんの後ろについてって。気づかなかった、みんな気づいたから。まあまあもういいよ、今のうまいな、一生でいいよ。はい、ああ今の1つ、これが僕の頭脳、頭脳です。いい頭脳だな、でかい頭脳だね。そう、やべやべやべ、インクレやべやべ、インクレやべ、危ない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 危やばい、やばい、登れなかった、邪魔された。よし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 、やばいやばい、もうピンチだ。やばって、やばい、子グマチームに怒られちゃう。うなちゃんちゃんとやっ て、いいの、怒られちゃう。やばい
いるね、なんか。やばいやばいやばい、危ない危ない。やばいやばい、怖い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 。なんで来ないで来ないでください。いやいやいや、倒しに来てるよ、倒しに。どこだ、そこね。ここですよ。あ、危ない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 。危ない、一緒一緒。なんで同じ切ってんのに負けんですか。乱数武器だからさ。あ、そうなんだ。運が良かった。うん、なんか、上路だから。いろんな方向に行くんよ。いや、一矢報いた、一矢報いた。僕のチーム、一矢報いたぞ。そんな、これ、食らいなさい。やばい。やばい、スプリンクラーが。スプリンクラーがやばい。おい、なんだ、おい、なんだ、よし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 。よし。一矢報いた。これで今同点だよ。二勝ずつ。二勝ずつ？二勝ずつ、これ。いやいや、まだ決まってない。何も決まってないよ。決まってやもん。勝ちだよ、そいつら。ほら、スプリンクラーくれ。ほらね、スプリンクラー送ろうね。スプリンクラー攻撃。ほら。え？ちょっと待って、スプリンクラー。スプリンクラーで戦わせようとしたら、もしかして。やんないで、スプリンクラー。あ、倒した、倒した。スプリンクラーで倒した。あ、やられた。ほら。ちょっと、え、じゃ、ちょ、危ない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 。ほら。スプリンクラー対スプリンクラーしてるけど。くらえ。スプリンクラーくらえ。なんかポケモンみたいになってる。スプリンクラーくらい。スプリンクラーでポケモンみたいになってるぞ、ヒロさん。あ、やられた。スプリンクラーでスプリンクラーを倒したら、5秒動かないで、僕は。いくよ。はい。せーの。あ、1、2、3、え、やべ、やべ、1、オッケー、倒した、倒した、倒した。危ない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 。何、どういうこと？いや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 。動いてないよ、僕。え？なんかもう一回スプリンクラー出てきたから、びっくりして下がっちゃった。おい。あ、あいうちだ。どうだ？速攻で死んだぞ。さあ、速攻で死んだぞ、スプリンクラー。ああ、むずい、これ。これ。これ。イエーイ。なんでうなちゃんのスプリンクラーのが持つの、これ。なんで当たりどころが、ああ、やられた。いくぜ。ああ、やばい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 。来ないで。やだ、無理。来ないで。コグマチームを代表して戦わなきゃいけない。来ないで。コグマチーム代表しなきゃいけないの。コグマチーム来ないで。ほら、やばいやばいやばい。あぶらあぶら。今ヒルヨさんスプリンクラーうなちゃんだと思って間違いで打ってた。うわあ。おお、でも俺が勝ってた。終わった終わった終わった。僕の勝ちだよ。終わった。僕に終わった。僕勝ってない勝ってない。僕の勝ちで。勝ってない勝ってない。僕勝ってない。僕の勝ちで。僕勝ってない。はい、僕の勝ち。はいじゃない。はいじゃない。はいじゃない。全然壊せなかった。なんだこれ。僕勝ってない。プール勝ち。危ね。なに。ええ、僕の勝ち。僕の勝ち、僕の勝ち、僕の勝ち、僕の勝ち。もう真似してる、僕の。僕の勝ち、僕の勝ち。真似しないで。真似してるよ。真似しないで、なんでも僕の真似するじゃん。当たってる、これ。当たってない。もうちょっと手前。当たんない。どういうこと？ああ、当たった。ありがとう。優しい。おい。え、俺もやるわ。ちょっとやってよ。いいよ。当てて。その上からでいい。全然手前、全然手前。あ、うまい、うまい。危ない、危ない。手前すぎるな。あ、うまい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 。いい。うまいな、それ。なんか雨みたい。ひろさん、こんにちは。こんにちは。今日は待ちに待った前夜祭だね。え？もう？そうだよ、あのフェスの前夜祭だよ。え、そうなの？もう？そうだよ。え、嘘だ。今からコグマチームとウサギチームになってね、先に前哨戦するからね。俺らエンジン組んでるよ、今。今エンジン組んでる。僕たちバラバラ。
マジ自由型ぼーっとしてる人もいれば、なんか動いてる人もいる。こっちもなんか貫通しちゃってるからな頑張るぞ。はい、ということで、アマ美術大学にうなちゃん軍団とひろさん軍団集まりましたね。はい。はい、うなちゃん軍団こぐまチーム、ひろさん軍団はうさぎ。うさぎ。いいバトルだね。こうさぎ。こうさぎ。そう。こうさぎチームか。そっか、こうさぎが一応。こっちこぐまだ。こひれ。こひれ？こひれチームこ。こひれ。ひろさんに子供がいたのか。違うよ。僕がこひれ。ひろさんも子供なんだ。だって僕3歳ですから。確かに。いや、どっちが多く勝てるかです、ね。頑張れ、頑張れ。俺今塗ってるからな、うなぎ軍団。俺ね、ラットできた。うねちゃん塗ってます。頑張れ、頑張れ。危ない。どこいんの、アイラオさん。危ない、ここです、ここです。ここってどこ？やばい、やられてる、うちの。ここはここです。お、一人ヒルグンで一人やったよ。やだ！危ない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 。なんか一人入ってる。あ、抜けちゃった。マジか。あ、抜けてない。落ちてる落ちてる。オッケーオッケーオッケー。危ねえ。なんか自分、な、それヒルヨさんだべ、これ。くそ。あー、何やってんですかって。ヒルヨさん、何やってんですか、逆に。だって抜けようと思ったら落ちちゃったんですよ。ね、何回か落ちてたよね、3回で。3回ぐらい。だから俺にバレたんだ。そうだよ。うなちゃんにバレましたから。ナイス、味方。なにこれ。なにこれ、誰ヒロさん。あ、あーいやいや、それうなちゃんでした。上にいたのか。上にいた、上で倒した。ほんで今、うなちゃん上で戦ってる。なんでダメだよ。すごいダメだよ。ナイス、すみなが。ナイス！うわっ！うわっ！何？うわっ！何？あ、やべ！あぶねえ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 ！なんでいんの？見てたんだよ、そこにいるの。しかも、うなちゃんのこと引っ張り出したのに、こっち全然倒せてないんですけど。確かに。なんで？ピンチついてるよ。についてるね。うなぎ軍団ね、奥で頑張ってバリア張ってるね。いいね、いい感じ、いい感じ。くらえ、マルチミサイルは俺のだぞ。頑張れ頑張れ。ナイス、あいつナイス。なにこれ、やばいな、これ。でも押せ押せじゃん、相手押せ押せじゃん。ナイス、やばいやばい、それやばい。ヒロさん、え、首なの？首です。コウサギ？コウサギ首です。そんなこと言うの仲間に。まあ、うなぎ軍団、うなちゃん軍団の子グマ強かったんじゃない？これみんないいぞ、これ子グマ軍団。いいぞ。はい、よろしくお願いします。ナンプラ遺跡です。はい、ナンプラ遺跡です。そういえば伝え忘れてたんだけど、はい、3勝を先にしたら勝ちといういつものルールでやろう。え、後出しながら、じゃあさっきののしたよね、感じ。ちょっと待って、マジ？え、当たり前じゃないですか。後出しずるいでしょって。練習ってこと？そうそうそう。まあ、もう別に。縄張りの練習です。別にいいけど。練習ね。まあいいよ。それでもいいの？練習ですよ。じゃあ練習ってことで。うちのチーム頑張るぞ。あの、今やってる人は傷でなんでないんだろうな。危ない危ない。さっきが練習だったことに。そうですね。危ない危ない危ない。危ない危ない危ない。はい。メス。あー、一発当たったんだけどね。チクショー。やべえ、全然当たんね。待って、ヒルヨさん X？ そうですよ。だよね、そうだよね。はい。なんか見た目みんな一緒だけど分かるんだよ、俺には。うなちゃんが今こっち僕のこと狙いに来てましたね、待って。え？
めっちゃ当ててるのに死なない子がいます。勝たないあの子。遠いな。あの子勝たない。カッチカチだ。ナイス。はい。危ない危ない危ない。広瀬やめて。あれ、広瀬さんめっちゃ狙ってくるじゃん俺のこと。狙ってるんですけど、味方がね、僕のね、あの X に合わせてね、前に行ってくれないの。また小ウサギチームがなんか足引っ張ってんの。引っ張り合いです足の。ほら、ヒレオさんくれ。オッケー、二人やった。ボンがさ、撃ってるところ行ってはいいのに。三人やったぜ。ヒロさん、こっちはリーダーの俺が無双してるぜ。そりゃそうでしょ。そうなの？だって、梅ちゃん強いじゃないですか。うちのチームきついと思いますよ、これ。やべ。やべ、危ねえ。これホラーなの？勝てない。ねえ、なんか諦めるなよ。おい、小ウサギ。小崎諦めるな。小崎もう無理無理無理諦めてんだよ。まだ始まったばっかだぞ。ほら無理無理無理。ラクト強いでしょ俺の。ラクトてか梅ちゃんだって何使っても上手いじゃないですか。そんなことなきにもないよ。危ない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 。なんかすごい押せ押せだぞうちのチーム。すごいぞ。危ない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 。倒したよ。倒したね。はい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 。うわー強い。ラル誰？ヒロソンじゃん。ヒロソン待って、やばいやばい、まくられる。ナイスナイス、頑張れ頑張れ。梅ちゃん軍団頑張れ。なんで後ろに行くね今。なんで来ないの。ハイガさんのウサギ軍団が跳ねてる。てかその武器跳ねるからいいね。ダメだな。ウサギちゃん跳ねてるね。めっちゃ跳ねてないです。ヒレオさんの武器跳ねてんじゃん。ウサギでちごや。え、これはね、跳ねてんじゃないよ。これ跳ねてんじゃないの。跳ねてんじゃないですよ。それ何してんの。これはあのジダンダ踏んでる。なんか怒ってるやん、ジダンダ踏んで。はい、よろしくお願いします。ようやく一勝しまして、高橋経済特やってまいりました。ヒルさん、もう実質に2倍ですけど。実質なんかもう諦めてんじゃん。諦めてなんですか。諦めたらそこで試合終了ですから。安西先生ね。そう、あのスラムのダンクのね。そうそうそう、スラムのダンクの安西先生。そうそうそうです。ちょっと今回武器変えました。俺のラクト確かにちょっと強かったからモップリンにしてみた。モップリン強いじゃないですか。え、モップリン強いの。強いですよ。何言ってんですか。ふざけんじゃないですよ。モップリン強いんか。モップリン強いですよ。オッケー、一人倒したぞ。でも重いからなこの武器。ナイスナイス。仲間がすごい頑張ってる。よいしょ。軍団？あら。軍団倒したよ、一人。ああ！ちょっとビーコンに飛んでこないかな。モップリン、上からシールド立ててもな。上からバシャバシャされるんだよな。天敵なんだよな。やばい！ああ、痛い！なんだ？ヒレオくん、ヒレオさん軍団にやられたよ。お、ナイス。やばい！さっき負けたんで切り散らかしたんじゃない。時短だ踏んでるからな。うん、確かにウサギって怒ると怖いよね。なんかガタガタするよ。そうですよ。クマも怒ったら食うけどね人。確かにね、はい、人食うからね。クマは人食うから。なうい、倒していく。どう、ヒロさんか、ね、今のはどうですよ。抜けようと思ったんですけど。ダメだ、抜かせないよ。モップリン届かない、届かないと思った、あそこ。長いよね、意外と。長いですよね、意外と。重いけど長いんですよ。うん。いや、抜けられねえや、そこは。俺がよく見てる。ロングロングロングだ。ネビルロングボトム？うん。つまりそう。待って、適当に返すなよ。適当に。ネビルロングロングボトムってあれだべ？ワンピースだべ？わー、やられた。え、ワンピースなの。はい、やった、ツッコミが来た。え、違うの。ワンピースに似合うっけ。違う違う違う、ワンピースじゃないよ。
え、わかんない。え、なんでしたっけ。ハリーポッター、ハリーポッター、ハリーポッター、ハリーポッターだ。忘れてた。ワンピースじゃないよ。びっくりした。いいじゃん。ロビンだよ。こっちもびっくりですよ。確かに。やべ、真ん中取り返されてるな、喋ってたら。頑張れ、北斎。やばい、あいつだ。ナイスナイス。どうしよう、これ。どうしよう。痛い、やばい、痛い、やべえ、誰だこれ。待って、キルされた、キルされた、やべ、よくやった、頑張れ頑張れ。まずい、マジ倒せ、飛べ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 、マジマジねー、頑張れ頑張れ、ねナイスねー、ちゃん、みんなナイスナイス。ちょっと今回小熊優勢なんじゃないですか、ヒロさん。そうですね。ちょっと、もうやる意味ないんじゃないですか。なんで？あ、でも終わりですよ。なんで、なんで諦めんだ。うさぎ負け負け負け。うさぎ、うさぎ諦めんだよ。負け負け負け。なんで諦めてんだ、うさぎが。負け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 。うさぎ。うさぎさんはか弱いんですから。はい、よろしくお願いします。お評価ユンです。今2勝したので、次勝ったら俺らの勝ちだぞ、ヒロさん。おー、勝ちですよ。やめてやめて。ちょっと、うさぎ戦意喪失するな。これからだぞ、まだ前夜祭だぞ。いやいや、もう、ちょい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 。前夜祭だよ。わかりましたって。ああ、リーダーがそんなんでいいのか、うさぎチームの。いや、もう僕はリーダーじゃなかったもん。なんで、平社員。いや、元、元、元、リーダーみたいな。元リーダー、元キャプテンみたいな。そう、元キャプテンみたいな。あー、なるほどね。そう、もう引退しました。いや、そういうこと。一回引退したのに戻ってきたのか。うわっ、そうそう。寄るな、今。寄るね。今、ナイスダマよりも何よりもうなちゃんを抑えることに。うなちゃんキラーの、ヒロさん。そうですよ。だって、うなちゃんキラーだって勝てないもん。な、そんなに俺、小熊チームでも結構凶暴なクマなの。そんなに俺凶暴？なんで X 使ってんの？なんとなく真似してるでしょ。真似してる。真似してますよ。あー、シールド邪魔だな。ナイスナイス。シールドって俺が出したんだよね、多分。そうですね、多分。ねえ、これついてるんだよ、シールドが。よし、濡れ濡れ、みんな濡れ。なんか猫がニャン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 言ってるの聞こえる。聞こえちゃう、うちの猫の声。聞こえました。もう子猫派じゃないですか。いや、子熊だよ。一応子熊なんで、今は。一応今は子熊派なんで。やばい、危ねえ。ヒロさん、俺のこと倒す気満々だね。そうですよ、だってうなちゃんがいたら負けますもん。無理や。よいしょ、頑張れ頑張れ。うら、あー、やべえ、やられた、ひんもてにやられた、やられた。うさぎチームのさ、強み教えてよ、ヒロさん。ないです。なんで、なんでそんなに、なんでそんなにうさぎに対して。うさぎはだってか弱いですから。うさぎが弱い、戦いに向いてないの。戦いに向いてない、だって可愛らしい生き物ですから。怒ると凶暴なんでしょ。そんなことないです。時短だ、踏んでるのはうさぎじゃないの。違いますよ。違うの。うさぎさんは可愛い生き物ですから。危ない。よいしょ、このまま。やばい、味方やられた。よいしょよいしょ。やばい、味方飛んできた。待って、このまま敵陣地を汚しつつ、塗りつつ、やばい、後ろ塗らないと、みんなこっち塗っちゃってる。くそ、塗れ、やばい、ヒロさん待って、やばい、俺が敵陣地塗ってたらみんな敵陣地流れてきた。え、やばい、飛んできちゃったの。やばい、危ねえ、危ねえ、よっしゃよっしゃ、危ねえ危ねえ、いっぱい塗ったよ。でもこっちもね、多分ね、自軍倒さないでこっちに来てましたわ、多分。多分入れ替わってるから。はい。お互いが逃げてたよ。ナイスナイス。ナイス。ってことは、俺の勝ちじゃん。小熊チーム勝ちじゃん。
あら、おめでとうございます。うい、まあ、僕は分かってました。ウサギなんでそんな弱々しいんだよ。ふわふわもこもこだからですよ。